皆さんおはようございます。地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日のブログはですね、お客様は一人一人違うというテーマでお届けいたします。私は iPhone をですね、使い始めてから早1年と9ヶ月が経過しようとしています。iPhone のおかげで大幅にこうライフスタイルが変わったというのをですね、実感しています。最初の頃はですね、珍しさもあってですね、アプリもね、いっぱい購入しました。しかし、今はですね、もう使ってるアプリは数種類ぐらいに限られていますね。特に多く使ってるのがですね、スケジュール管理かな。その辺のアプリをよく使っております。そしてですね、電子書籍もですね、面白がって最初の頃はですね、たくさん購入しました。しかしですね、今ではほとんど買わなくなってしまいました。まあなんか飽き性なのかね、ちょっと困ったもんなんですけどもね。その中ででもですね、今でもずっと使い続けているものがあります。それは iTunes でですね、視聴できるポッドキャストっていうものなんですね。名前は皆さんも聞いたことがあると思います。ポッドキャストとはですね、オーディオとかビデオですね、動画がこう視聴できるシステムっていうんですかね、そういうものです。ですから、ラジオなどもこう聞くことが可能なんですね。そしてこれ、リアルタイムじゃないんですね。あくまでもそのラジオで過去に放送したものをですね、何回もこう聞くことができるというようなシステムになっています。私はですね、TBS ラジオの番組をこう寝る前とかね、朝起きた時に聞くのが、日課になってますよね。特にですね、ラジオの女王と言われましたですね、すごい高、視聴率というのは、聴取率というんですかね、誇った小島恵子のキラキラっていう番組があります。これは月曜日から金曜日の午後1時から、3時半までだったかな、放送してたんですけども、これの私は大ファンでした。しかしですね、残念ながら、小島恵子さんの降板によってですね、3月いっぱいでこれは終了してしまいました。その他にですね、やはり TBS ラジオでですね、夜やってる DIG という番組も仕事のね、これ情報源としてとてもね、助かるんですね。様々な角度から様々な情報をですね、こう解説するようなコーナーがありまして、それがとっても、私の役に立っていました。さて、この他ですけどね、毎週日曜日のですね、朝10時から、TBS ラジオで放送されている安住紳一の日曜天国っていう番組があります。これもね、なかなか楽しめる番組なんですね。番組のタイトル通り、メインパーソナリティは、TBS の人気アナウンサーである安住紳一郎さんですね。今年のですね、確か2月の上旬に、オンデマンド挨拶警察官というですね、タイトルのついた特集があったんですね。オンデマンドっていう言葉、皆さんこう聞いたことはあるかと思うんですけども、オンデマンドとはですね、サービスの提供をお客様の要求に応じた形で行うということなんですね。このオンデマンドという言葉、印刷業界とか出版業界では当たり前に使われている言葉だと言ってもいいですね。この印刷業界とか出版業界で使われる場合はですね、お客様の要求に応じた部数ですね、要は少ない枚数とか少ない部数、小ロットでも印刷に応じるということを指します。さて、ところで、このオンデマンド挨拶警察官とは一体何なんでしょうか。ちょっと意味不明なタイトルなんです。しかし、ここにですね、ビジネスの素晴らしいヒントがありましたので、今日はこれを紹介したいと思います。今日の超地域密着マーケティングのポイントです。安住さんはですね、仕事柄取材とかロケで地方に行くことが大変多いそうです。このラジオ番組では福岡の博多駅前のエピソードを紹介していました。ご存知の方も多いと思いますけども、博多駅前は人通りが多く、福岡県警の警察官がですね、こうビール箱ぐらいの大きさの台に乗って、街頭でケーラーですね、行っていました。ケーラーというのは要は警備ですよね。このようなケーラーの場合ですね、例えば赤信号を渡ろうとする人をですね、警笛を鳴らしてこう注意したりとかね、交通整理をするのが一般的です。
あまりその警察官がですね、喋ったりすることはほとんど見ないかと思います。警察官がいるだけでこう一種の抑止力になるということなんですね。ところがですね、この博多駅前にいる警察官なんですね、これが大変ユニークなことを行っていたとのことなんです。安住さんもですね、一瞬目を疑ったと言います。例えば高校生がこの警察官の前を通ったとします。そしてこの高校生は、お仕事ご苦労様ですとこの警察官に声をかけました。すると警察官はこんなことを言うそうです。君たちの笑顔が私たちの職務の喜びですと。はたまたですね、買い物袋を持った主婦がですね、警察官に声をかけました。すると、この警察官からこんなメッセージが返ってくるそうです。家に帰って美味しいご飯を作ってくださいと。安住さん曰くですね、きっと博多では名物警察官だろうと言ってました。年の頃はですね、安住さんより少し年下の30代半ばとのことです。さて、この安住さんなんですけども、タイミングを見計らってこの警察官にご苦労様ですと声をかけたそうです。するとですね、予想もしなかったメッセージが返ってきたとのことです。ちょっと皆さんも考えてみてください。何でしょう。安住さんは、出張でこの博多に来てたんですね。よろしいでしょうか。じゃあこの警察官がどう答えたのか。安住さんにこう言ったそうです。出張ですか。これからホテルですね。ホテルの部屋は乾燥するので風に気をつけてください。と言われたそうです。そうです。この警察官は一人一人違うメッセージを返していたんですね。完全に警察官としての仕事を、超越してるんですけども、道行く通行人はですね、ニヤニヤして見ているそうですね。なんとも微笑ましい光景です。ここ新潟ではですね、まず見ることのできない、光景だと思います。この警察官の行っていることはですね、マーケティングで言うとですね、ワントゥーワンマーケティングと呼ばれるものですね。日本語で言えばですね、なんてことない顧客対応ですよね。顧客の子はですね、個別の子ですね。一人一人のお客さんに対応するってことなんです。例えばですね、一人一人のお客さんに合った商品を勧めたり、一人一人のお客様に合った会話をしたりっていうことなんですね。これのですね、一番簡単なものはですね、お客様を名前で呼ぶことですよね。あなたはですね、飽きないは角角ということわざをご存知でしょうか。この飽きないは角角って言葉はね、そんなに聞くことわざではないんですけども、意味はですね、商売はですね、お客様一人一人に応じた商品やサービスを提供することがコツであるという意味です。私はこのことわざが大好きです。まさに商売繁盛のコツはこれに尽きると思っているからです。ネット書店のですね、Amazon はですね、協調フィルタリングというこの IT のシステムがあるんですけども、これで飽きないは角角を実現しているんですね。Amazon ので買い物をした人ならご存知かと思いますけども、例えばある本の商品ページにはね、こんなことがね、載ってると思います。よく、この商品と一緒によく購入されている商品とか、この商品を買った人は、こんな商品も買っていますと書いてありですね、いろんなこう商品がリストアップされてるんですね。こう、ついで買いを進めてるってことなんです。この他ですね、時々 Amazon からメールが来るんですけども、メールにはね、こんなことが書いてあります。以前、〇〇〇という本を購入されたお客様におすすめの商品ですということなんですね。このようなアプローチはすべて商いは角角の哲学に通じると思います。とはいうものの、蓄積されたデータをもとにすべてコンピューターがおすすめ商品を判断するので、そこには感情というものは介在してないんですね、Amazon の場合。あくまでも機械的な判断であり、まあ何と言いますかね、まあこれはこれで、素晴らしいシステムだと思います。まさに IT とコンピューターがあったからこそ成し遂げられたシステムなんですね。さて、あなたの会社やお店はお客様一人一人に合った商品を勧めているでしょうか。
またお客様一人一人に合った会話とか接客を行っているでしょうか。お客様は一人一人違います。まずはその事実を真摯に受け止めてください。チラシにですね、パーソナルなメッセージを書き込むだけでお客様の喜びは倍増します。和歌山県にありますですね、平岡水道設備という会社があるんですけども、そこの会社ではチラシにですね、手配りのチラシですね、お客様に応じてパーソナルなメッセージを入れる場所が4カ所ぐらいありましたかね。それでですね、イベントの集客率はなんと 40% という高い確率を上げているということです。とにかく商いは角角、お客様は一人一人違いますということを頭に叩き込んで、営業活動、接客活動、販売活動を行ってください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。